海竜丸出しょ。動いた。本船の真下です。こんな干渉があってたまるか。北赤道海流から黒潮に乗って漂流していると考えてまず間違いないでしょう。巨大生物、それがここへ一直線に向かってるんです。最後の通信で鳥と。鳥、これが鳥ですか。ただ鳥じゃなか。翼長約15メートル、しかも鯉は一晩襲う。災いの過激合わせ。え？碑文の一節だ。遥かな時を超え現代日本によみがえった超危険生物ギャオス。12000年前、時のゆりかごガメラ。やつだ。そしてギャオスを追うかのように長い眠りから目覚めたガメラも日本上陸。今日本全土を破滅の恐怖に叩き込み、2匹の戦いは九州福岡から首都東京へ。東京タワーが発射。ついに人類の存亡をかけた最終バトルへのカウントダウンが始まった。カメラとギャオス急上昇、来るよ。ガメラはきっと来るよ。超音速の大決闘、ガメラ大怪獣空中決戦。最後の希望、それはガメラ。前売り券を買うと暗闇で光るガメラステッカープレゼント。